8月21日、砥部町役場で公益社団法人愛媛県獣医師会と砥部町の協定締結式が行われました。今回結ばれた協定は、災害時に地域住民が飼育する犬、猫などが被災した際、砥部町が行う救護活動で県獣医師会が負傷した動物の応急処置や保護、活動に関わる必要な業務について補助することで、より円滑に救護活動を行うことを目指し締結されたものです。この日行われた式典では、県獣医師会の寺町会長、佐川砥部町長が出席し、協定書に調印を行いました。いや、これ あってはならんことですけれども、こういうふうな災害が起こったときに動物がどうなるのかと。で、いっぱい今までの事例からいくと、やっぱり人間のが優先されて動物は後に回ってしまうんですね。お客さんの中では、もううちは犬5匹おるから車の中で一緒に暮らすとか、避難所なんかとても行けないとか、それぞれも自衛策考えたんですよ。で、その人たちをどうすれば一番いいのかと。今やっとその各地で災害時の協定って結ばれてるんですけど、現実に具体的にこの小学校でこういうことしましょう、この公民館でこういうことしましょうというところまで詰めてやってるところってどっこもないんですよね、現実。だからまず一歩ずつお互い、その行政側と獣医師会側、それで動物の愛護団体の方もそう、動物が気になる人たちが一歩ずつでも近寄って、なんとか動物が助けられないかと。動物を助けることによって、次では人間が助かっていくということです。現在やはりペットというのはもう家族同様に飼われておる方がたくさんおいでますので、やはりいざ災害という時にペットをどうするかということについては、大変皆さん危惧をされておるというふうに思っておりまして、そのペットを災害の避難所へ一緒に連れてこれるというふうなことに関して、またそれを獣医師様がサポートをしていただけるというふうなことは、災害避難者にとって相当に心強いことではないかというふうに思っております。砥部には県立の砥部動物園という素晴らしい動物園がございまして、やはり動物愛護の観点から砥部町はしっかりとしたまちづくりをしていかなければならないというふうに考えております。家族の一員であるペットを守るこの協定、地域住民にとって心強い一助となることでしょう。